クリムトゥサンは、インドネシアフローレスト中部、モニの町近くにある火山である。三色の加工庫を持つ。西側には、新緑色のティウアタンブプ、東側には、青緑色のティウネは無理、コーファイ、黒色のティウアタポーロが並んでいる。以前はそれぞれ、緑色、青色、赤色だった。東側の二つの湖では、水中の噴気口によって優勝が起こっていると見られる。 湖の色は時折変化している。インドネシアの旧五千ルピア紙幣の裏面にも、現在の色とは異なる、当時の色で描かれていた。湖は、人気の観光地となっているだけでなく、地質学者の関心を集めている。加工湖では、史以来小規模な水蒸気爆発が起きている。クリムトゥ山頂上の標高は1639メートル、数キロ離れて、 クリボとクリバラの火山塩水球がある。クリムトゥ自然公園の地元スタッフによると、火山ガスの活動に誘発されて、湖水中の鉱物に化学反応が起こることにより、色が変化するという。最も近い空港はマウメレかエンデであり、マウメレはバリからの定期便が就航している。マウメレから、ふもとのモニの町へは、自動車で3時間程度である。 ありがとうございます。